国国国間のの境境としては世界最長の国境である全長8 8 9 1トルあり、この中にはアラスカ州とユー有ン順州、ブリティッシュコロンビア州の国境2 4 7 5トルも含まれている。カナダにとっては唯一の陸上国境である。詳細はアルーストック戦争、オレゴン協会紛争、アラスカ国境問題、及び アメリカ合衆国における2019年コロナウイルス感染症の流行状況を参照カナダとの陸上または水域の国境に接するアメリカ合衆国の軍陸上国境水域国境をアメリカ合衆国に入る車を迎える看板現在のカナダアメリカ合衆国国境はイギリスとイギリスから分離してアメリカ合衆国を形成することになった13 植民地との間の戦争を終わらせた1783年のパリ条約で作られた。1794年の J 条約が国境委員会を創設し、国境地域の測量と地図化を行った。イギリス領北アメリカとアメリカ合衆国は共に西方への領土拡大を行い、1818 18年の二国間協議により、ウッズコのノースウエストアングルからロッキー山脈まで、 北緯49度線に沿って国境は西に延伸された。この競技では、ルパートランドの一部だった北緯49度線からレッド川流域までのイギリスの領有権主張が消滅した。またルイジアナ買収地の一部だったミシシッピ川流域で、やはり北緯49度線から北の土地についてアメリカ合衆国の領有権主張も消滅した。このことは、 アルバータ州南部に入るミルク川と呼ばれるミズーリ川の最北西端にも及んだ国境策定の解釈に関する論争がアルーストック戦争につながりその結果として1842年のウェブスターアッシュ条約によりメイン州とニューブランズウィック州及びカナダ植民地の国境さらにはスペリオルクを挟む現在のオンタリオ州とミネソタ州における 境界水域とノースウェストアングルの国境について詳細な定義が行われた。アメリカ合衆国大統領、ジェームズ・ポーク政権の1844年、オレゴン教会紛争では、アメリカ合衆国がロッキー山脈より西では北緯54度40分を国境とするよう要求したが、イギリスはコロンビア側に沿って太平洋に至る国境を望んだ。 この論争は1846年のオレゴン条約で解決され、ロッキー山脈を過ぎても北緯49度線を国境とすることになった。1857年から1861年の北西国境測量調査によって陸の国境は確定されたが、水域国境はなおしばらくは設定されないままになった。1859年の豚戦争の後、1872年に、 ドイツ皇帝ビルヘルム一世への仲介により、ガルフ島とサンフアン諸島の間で国境が定められた。1903年、イギリス、カナダ、アメリカ合衆国3社の合同採決期間によって、アラスカとカナダの国境が確定し、その大半は、整形141度線に従うことになった。2020年3月18日、ドナルド・トランプ大統領は、2019、 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、カナダとの国境を封鎖すると表明した。これは、両国の合意を踏まえた措置である。国境の閉鎖解除時期は、数度にわたり延期された。商品を配送するドライバーや不可欠な仕事がある。人の国境通貨は認められたが、カナダ側は、ウイルス感染の深刻さは低いこともあり、アメリカからの国境通貨者に対する住民感情は、 厳しいものとなった。オレゴンカントリーとコロンビア地区1925年、国境委員会は、高級的組織となり、国境地域の測量と地図化を行い、国境標識を維持し、さらに国境線の幅6メートルは、やぶや植生を払う任務を与えられた。この国境線は、両国側に、それぞれ3メートルの幅がある。委員会の年間予算は百四十万米ドルと、 なっている。委員会は二人のコミッショナーが指導しており、一人はカナダ人、一人はアメリカ人である。2007年7月、ブッシュ政権はアメリカ人コミッショナー、デニス・スコーナックに対し、国境近くの民間建築物についての委員会とアメリカ合衆国政府の論争に関連して解雇を言い渡した。スコーナックは委員会が アメリカ合衆国の司法権が及ばない独立した国際組織であり委員会を創設した1908年の条約に従えばコミッショナーが死亡、辞任あるいはその他の業務遂行不能の場合のみ公認が指名できると言って解雇を拒否した。カナダ政府はこの件についてとやかく言う立場にないと発言したがカナダ側のコミッショナーピーター・サリバンは7月13日に ブッシュ大統領が指名したアメリカ側コミッショナー代行でコロラド州に本拠を置く内務省法務官デイビッド・バーンハートと共に働く用意があると語ったワシントン州ポイントロバーツの国境にある表示国境を違法に超えることについて警告しているこのカナダ・アメリカ合衆国国境は通常世界最長の防御がない国境と呼ばれるがこれは 軍事的な意味では真実だが、文民の法執行機関による警備はある。カナダ・アメリカが州国国境の3分の1の長さで、あるアメリカ・メキシコ国境に比べて、かなり低いレベルの安全保障手段が取られている。アメリカ・メキシコ国境の場合は、違法内民の入国や薬物の取引を防止するために、連邦国境警備隊が積極的にパトロールしている。 カナダ・アメリカ合衆国国境の一部は山岳地や深い森林地帯を通っているが、かなりの部分は人里離れた草原の農地や五大湖とセントローレンス川、さらには大西洋、太平洋及び北極海の水上国境となっている。この国境はモホーク族インディアンの領土アクウエサスネの中央を通り、またバーモント州とケベック州ではいくつかの建物の中を通っている。 これらの建物が作られたのは国境が詳細に決められる前のことだった。メイン州とニューブランズウィック州の国境はゴルフ場を二分している。カナダ・アメリカ合衆国国境の安全保障を司る実際の人員は機密扱いである。ちなみにアメリカ・メキシコ国境には1万7000人を超える人員がいる。二千一年九月十一日のアメリカ同時多発テロ事件の後、 国境の安全保障は、両国の人が住んでいる場所も、また田園地帯であっても、劇的に厳しくなった。両国は詳細かつ後半に戦術と戦略情報を積極的に分かち合うようになっている。アメリカ同時多発テロ事件に関わった19人のテロリストがカナダとの国境を経由して、アメリカ合衆国に入ったというのはよくある誤解である。両国の国境近くに資産を所有する住民は、 その所有する土地の上で国境を越える、どのような物理的なものの構築でも、それぞれの政府に対して報告することが求められており、これが国際国境委員会によって強制されている。必要な時は兵あるいは車止めが、国境を越えるすべての人は、それぞれの税関と移民局に出頭することが求められている。人員を配置できないような壁地の国境では、 道路に隠しセンサがあり、国境に近い森林や多くの歩道、それに鉄道にもセンサがあるものの、組織的な侵入を点検したり止めたりするために十分な要因はいない。2018年にはカナダブリティシュコロンビア州の海岸線をジョギングしていた女性が知らぬ間に越境してしまい、アメリカ国境警備隊に拘束される事件も起きた。過去、カナダ側の役人は薬物、 タバコ及び武器がアメリカ合衆国側から密輸されることに不平を言い、一方アメリカ側の役人はカナダからの薬物密輸に不平を言っていた。両国への人の密入国も国境の安全保障と法執行担当官にとって以前から続いている問題だがアメリカメキシコ国境に比べれば大した問題にはなっていない。2005年7月法の執行官が ブリティッシュコロンビア州とワシントン州の間の国境下に360フィートのトンネルを掘った3人の人物を逮捕した。彼らはマリファナの密輸のためにこのトンネルを使おうと意図したものであり、この国境では初めてのケースだった。オンタリオ州コーンウォールはカナダの最も悪名高い密貿易の中心である。そこは違法なタバコ、不法入国民、薬物及び 武器の密輸について中心点となる位置と交通の要衝にある。ここに隣接し、オンタリオ州、ケベック州及びニューヨーク州にまたがるモホーク族インディアンの領土、アクエサスネは、領土内での密貿易拠点に、オンタリオ州警察や、王立カナダキバ警察が近づくことを防止できる、ファーストネーションの主権がある。王立カナダキバ警察北西及び、 中央地域から派遣された関節税税務局員は金製品の状況を調べるためにコーンウォールにも行っている。地方自由契約者と国際的犯罪組織の間の共謀で密貿易が豪として広がっている。警官が密貿易業者を追跡した結果としていくつかの命が失われてきた。政府が徴収できなかった数億ドルの関税に加えて法の執行のために 数百万ドルが使われているが、密貿易に対してはほとんど効果を表してはいない。アメリカ国土安全保障省は、アメリカ人及び外国人が、アメリカ合衆国に入国する際の身分、証明規則を管轄している。現在の規則では、空路をアメリカに入国する際に必要な身分、証明書として、有効なパスポート、外国人登録カード、ネクサス航空カード、 アメリカ軍命令書のいずれかを必要としている。ただし2009年6月時点で陸路と開港から入国する人の大半は有効なパスポートの提示を求められるが、アメリカ合衆国とカナダの国民であれば、改良自動車免許証、パスポートカードあるいは国土安全保障省が認めた旅行プログラムで十分としている。西半球渡航イニシアチブは、 アメリカ合衆国に入国する際などの身分、証明規則に関する法律で、特にアメリカ入国の規制強化のため導入された。このイニシアチブは特に西半球内での渡航を前提として導入されているもので、パスポート偽造防止など、情報改革、テロ防止法導入による新政策の一環でもある。この政策の下で発行される。 新しいアメリカ合衆国パスポートカードにはフィードチップが内蔵されているが個人情報は記録されていない。このパスポートカードは現在空路での渡航には使用できない。アンバサダー橋、ミシガン州のデトロイトとオンタリオ州のウィンザーを結び2国間で最も交通量の多い越境ルートである。ナイアガラの滝、左のアメリカ滝はニューヨーク州に右のカナダ滝は 大半が、オンタリオ州にあるナイアガラの滝のレインボー橋にある、国境線表示アメリカ合衆国は、アメリカ行き航空便のある、カナダ川空港、すなわち、カルガリー国際空港、エドモントン国際空港、ハリファックス国際空港、モントリオールピエル・エリオット,トルドー国際空港、オター・マクドナルド・カルティエ国際空港、トロント・ピアソン国際空港、バンクーバー国際空港及び、 ウィニペグ国際空港に通関前設備と呼ぶ移民事務所を維持している。このことでカナダ発の航空便がアメリカ合衆国の空港に到着した時に国際線到着処理を行わずに済むので効率を高めている。類似した手配がアメリカ合衆国へ直接輸入される封印貨物を取り扱うカナダの主要開港に備えられている。 カナダはこれに相当する人員をアメリカ合衆国の空港に配備していない。これはカナダの航空会社の行き先地が多く、主要カナダ空港から出発するアメリカ行き便の数に比較して便の数が限られているからである。また、バンクーバーのセントラルパシフィック駅では乗客がアメリカの通関前設備を通り、その手荷物はシアトル行きアムトラック、カスケーズ号に乗せる前に、 X 線検査機を通すことが求められている。このことで国境を越える前に停車する必要がなくなっている。通関前設備は利用者の多いニューヨーク市からモントリオール行きあるいはトロント行きには備えられていない。これらの列車はモントリオールやトロントに向かう途中の国境で停車するためである。乗客は実際の国境にある停車駅で通関する必要がある。 カナダのニューブランズウィック州やノバスコシア州からアメリカのメイン州に向かう外洋型フェリーやブリティッシュコロンビア州からワシントン州またはアラスカ州に向かうフェリー便も運行されている。五大湖地方ではオンタリオ州からミシガン州、ニューヨーク州あるいはオハイオ州に向かうフェリー便も運行されている。セントローレンス川のボルト城は 島の国境検査所を持っているが、カナダ側には同様な設備はない。カナダ人は島に上陸するために、個人識別証の提示を求められる。カナダアメリカ合衆国国境のキーなところは、国境にまたがる空港が4つあることである。すなわち、マニトバ州とミネソタ州にまたがるパイニー、パインクリーク国境空港、サスカチュワン州とモンタナ州にまたがるコロナックスコビー、 ボーダーステーション空港、アルバータ州とモンタナ州にまたがるカッツロス、国際空港、及びワシントン州とブリティッシュコロンビア州にまたがるアビーフィールド州立空港である。これら空港のそれぞれが越境点に接している。パイニーパインクリーク国境空港とアビーフィールド州立空港の滑走路は南北を向いており、国境を越えている。カッツロス国際空港と コロナックス・コービー・ボーダーステーション空港の滑走路は東西を向いており直接国境の上に乗っている。ハスケル自由図書館、オペラハウスはバーモント州、ダービーラインとケベック州スタンステッドの国境にまた上がっている。メイン州、エストクールステーションとケベック州ポエネガン・ルークの国境には個人宅が建っている。ケベック州ランディとニューヨーク州フォート・コビントンの 国境にまたがって、定論ロン国際ホテルというホテル検査カバーが建っている。1820年の建設であり、国境が詳細に測量される以前のことだった。ありがとうございます。